セザールサンパイオカルロスセーザールサンパイオカンポスは、ブラジルサンパウロ出身の元サッカー選手。ポジションは MF。なお、一般には、セザールサンパイオとして知られているため、表題もそれに、習うが、本人のインタビューによると、セーザールサンパイオというのが、本来の読み方に近く、日本でも一時は、セザルと表記していた。ハードマークと空中戦に強さを発揮する。 古典的な守備的ミッドフィールダー。1990年代ブラジルを代表する MF の一人であり、J d グレー名機を代表するワールドクラスのボランチ。1986年17歳の時にブラジルのクラブチームサントス FC でプロキャリアをスタートする。なお同年には三浦和義もサントスと契約しており、プロとして同期ということになる。 デビュー戦は1986年4月8日、ー CA、ジュベントス戦。順調に試合出場を重ね、1990年11月には、チリ戦で、ブラジル代表デビュー、同年には、ポーラジオロを受賞している。1991年、SE、パルメーラスに移籍する。エジムンド、リバウド、ロベルト・カルロス、フレディ・リンコン、ジーニョ、エヴァ・イール、 アントニオ・カルロス・スザーゴ、エジューソン・ラト・プレイ、バンデル・レール・シェンブルゴ監督時代の黄金期の一員として活躍し、93年94年と2年連続で、カンピオナーとブラジレーロとカンピオナートパウリスタの2冠を達成した。1993年ボーラジオーロ受賞。1995年、パルメーラス時代の同僚であるジーニョとエヴァ・イールトの3人で、横浜フリューゲルスに移籍する。 横浜 F が3人を獲得するのに1000万ドル以上を費やしたと言われている。当初は日本特有のゾーンプレスに馴染めなかったが、ブラジル人のアントニオ・カルロス・シルバやオタシリオに監督が変わると本領発揮、堅実な守備に加えて攻撃力も備える MF として日本代表の山口祖弘氏と中盤の素行になった。 J リーグデビューは1995年3月18日の浦和レッズ戦。1996年3月30日のサンフレッチェ広島戦で J リーグ初ゴールとなる決勝ゴールを決めた。1998年10月29日、横浜フリューゲルスがホームタウンを同じとする横浜マリノスとの合併を発表した。横浜フリューゲルス合併問題の際には、 フリューゲルスイレブンとサポーターが合同で横浜駅前で合併反対とフリューゲルス存続を求める署名活動を行った。この活動に参拝を自身もチームメイトと共に街頭で署名を呼びかけている。1999年元日の天皇杯優勝を最後にフリューゲルスが消滅したため参拝をは日本を離れ母国へ帰国することとなった。セレソンでは 年代別代表として 1987FIFA ワールドユース選手権に出場している。1993年コパアメリカ1993でレギュラーとして活躍するも 1994FIFA ワールドカップには選出されなかった。コパアメリカ1995でもレギュラーとして準優勝コパアメリカ1997ではマウロシルバやドゥンガのバックアップとして 優勝に貢献する。FIFA コンフェデレーションズカップ c 九百1997聖波にも貢献した。1998FIFA ワールドカップでは、ドゥンガとボランチのコンビを組み、大会の開幕戦となったスコットランド戦では、前半4分に同大会最初のゴールを挙げるなど3得点の活躍により、決勝進出の原動力となった。この大会を最後に、セレソンからは遠ざかった。 1999年ブラジル帰国後、パルメイラスに復帰し、コパリベルタドーレス1999制覇に貢献する。日本に凱旋する形で、トヨタカップにジーニョラと共に出場したが、マンチェスターユナイテッドに0から1と敗れた。2000年翌シーズンには、スペインのデポルティーボラ・コルーニャへ移籍するも、マウロ・シルバとドナトからレギュラーを奪えなかった。 2001年 SC コリンチャンスパウリスタに移籍後、2002年、カシワレイソルに入団する。ただカシワではチームにうまくはまらなかった。2003年、当時 J リーグディビジョン2のサンフレッチ広島へ移り、チームの J1 昇格に貢献した。翌2004年8月一旦引退発表し、広島からスタッフ入りを打診されていたが、オファーが来たことから、サンパウロ FC でプレー。 同年12月正式に現役引退した。引退後はスポーツ解説者として活躍する。現役時代の1998年からスポーツマネージメント分野に関わり、リバウドとの共同でマネージメント会社、CSR フットボールマーケティングを設立し、以降規模の小さいクラブのマネージメント業務を行う。まず、グアナチンゲタフチボーを強化し、結果を残したが、 強化費用をかけすぎたため結果的には失敗した。そこできちんと学ばなければならないと大学へ入り、マーケティング、マネージメント、ジャーナリズムを学ぶ。その後は、GE ブラジルやリオクラロ FC、モジミリニ EC で、クラブ経営業務を行った2011年11月から2012年12月まで、フルスパルメイラスの GM として活躍した。 コパリベルタドーレス2013出場権を確保するもののカンピオナートブラジレイロでは低迷しセリエ B に降格してしまう。ありがとうございます。